いちごのしずく。はい、どうもいちごです。今日も靴紹介をしようと思います。今日はね、はっきり言って、これ久しぶりに超当たりだったものを紹介しようと思います。これです。D3O のシリーズの、シリーズっていうかそのあれのプロテクターなんですけど、これがね、フルガンっていうとこから出ている D3O のゴーストプロテクターってことです。ゴーストってこと。普通の方は普通のプロテクターなんですけど、ゴーストの方はね、こう、今こう見てるだけでもめっちゃ柔らかい。これです。これ。この柔らかさ。これをね、どうしてもプロテクターって肩でも肘でも膝でも、こう形が出るやつ。バインって。あれが全然出ないっていう。これね、このやつはね、すごいですね。これ当たりです。これ久しぶりに一番の当たりかもしれないグッズですね。この肩と腰用っていうのが共通。で、肘と膝も共通。で、C レベルが1と2であるんです。要するに、まあ4種類あるというか、箇所によって1と2分かれてあるんですけど、ちゃんとこう C2 の方でもめちゃくちゃ柔らかい。で、これをですね、これは本当におすすめ。今まで買ったプロテクターの中でこれほどおすすめなものはありません。で、ちょっとそのつけた感じの具合をね、ちょっと見てもらおうと思うんですけど、はい、これね、私の角屋のこの間買ったレザージャケットです。これね、背中と肩と肘にプロテクターが入るポケットがついてる仕様です。胸はついてません。ちなみに胸は自分でやんなきゃいけないんだけど、ここに何もついていないので、胸はちょっと考えなきゃいけないです。とりあえずそういう感じです。で、これね、こう見るでしょ。で、シルエット的に、まあ普通ですね。ここに、まあ本当はプロテクター入るんですけど、これ入っていない状態です。これが入っていない状態。何にも入ってないで分かんないみたいな。まあ入ってないとか分かんない。こっちなんですよ。これね、入ってます。ここに。もうこれが、こうやって曲げてもらう分かんないです。これが、この肘のとこ入ってるんですよ、もう。こっち側一緒か。こっち側にね。これどうすか？これもう、服のラインが崩れないっていうことで、もうこれだけでもこれ勝ち組ですよ。これね、膝にも使えるんで、デニムのほら、とこにもポケットにこうやって入るやつあるじゃん。あれもほら、形めっちゃ出るじゃないですか。これ絶対形出ない。これはね、はっきり買った方がいいと思いますね。だいたい3500円くらいで買えると思います。ただ、3500円くらいで買える、いや、C2 の方が3500円くらい。で、買えるんですけど、品切れになっているので、今は、最近は。出たばっかりだな。高めのやつは売ってます。1000円、2000円上がってるやつは売ってるんですけど、3500円で買える代物なので、3500円のところから買った方がいいと思います。ただでもこれほんとこれおすすめ。このね、革ジャンレザージャケットの肘に入っていて邪魔にならない。しかもこれだったら細身ですよ。私のこの体のラインが出るぐらい細身なのに、入ってるのがプロテクター入ってるのわかんないんだよ。外から見て、つけててもわかんないもん。つけてても全然わかんない。あ、そういえば入ってるなぐらい感じですかね。これね、でも今のところその肩腰&肘膝用しか出てないっぽいんですよ。背中も出してほしい。背中結構バキバキに背中に形出るんで、私がほらバイクだとこうなるからね、こうなるからさ、背中が反るから見えちゃうじゃないですか。なんだけど、これもとにかくこのゴーストプロテクターだったら出ないんじゃないかなって感じですね。だからこれはめっちゃおすすめです。これもはっきり言ってもうみんな買った方がいいです。これね、買わない人はもうダメだと思いますね。プロテクター入れる人で気にしない人は気にしないと思うんですけど、で、軽い、めっちゃ軽いです。で、本当に今まで買ったプロテクターの中で無敵、一番最高、もうぶっちぎりで最強です。この部位に関しては背中は太一が最強ですけどね、今のところ背中はね、太一のやつが一番最強。コスパもいいし、Cレベル2だし、D3O のバックプロデューサー C1 なんじゃないかな。あれ、タイチのは C2 なんですか。
で軽いし安いしいい感じ。でもあの肘と膝に入れんなら間違いなくこれ。肩も多分これ、腰もこれです。肩、肘、腰、膝はもうこのフリューガンのゴースト 3DO や D3O ゴーストプロテクターに限ります。間違いないです。というわけでこれは皆さん、これは絶対に買った方がいいと思うグッズの紹介です。こんなに、なんか私が作ったものじゃないんだけど、こんなに自慢して紹介できるグッズは初めてだと思います。そんなわけで皆様もこの D3O ゴーストを買いましょう。ということで、さっきじゃあね、バイバイ。